ベイちゃんには目標がある。日本一、日本一、日本一。チャンネル登録10万人いかなかったら僕が責任持ってやめます。今日は6対1見事勝利おめでとう。先頭打者ホームラン、キャプテンナイス待って、スリーランホームラン、そしてヒット、そして2投3投、素晴らしかったです。どうですか今日は。おはようございます。おはようございます。ちゃんと分かってる。おはようございます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 。そうですね。すべて優勝するのが目標じゃなくて、必ず日本一をどれか取ればいいんで、まあ、ポジティブに前向きにやっていくしかないかなと思って、また新たな大会を、新たな気持ちで、新メンバーがこれから出れるんでね、頑張りたいなと思います。はい。ですね、まあ、ガッキーがちょっと靭帯痛めたんで、ガッキーは今日は休みで、まあ、全員出さないといけないというルールなんですけど、怪我人の場合はちょっと除外、をするというルールなんで、今日はスタメンから、フルメンバーで、今のところの評価のフルメンバーで、起用しました。はい。森中のケバブさん、以前ね、あの鍋が大暴れした日ですよね。あのうちがホームランめちゃめちゃ打った日、はい、あそことの試合なんですけど、まあ、相手関係ないですね。はい。強いベイちゃんを、この動画で見せることが、今日は使命かなと思います。はい。やっぱり調子を上げてきている一番の星、はい、それから新メンバーで早くもスタメンに抜擢した7番ショートの友、この2人を今日は期待したいなと思います。まあ、友が緊張でちょっと実力発揮できてなかったら、まあ、早々交代するかもしれないですけど、まあ、やっぱり一番の星はね、本当に去年に比べてバッティングが変わってきてるんで、より一層、期待が高まってる中での一番起用です。はい。いや、そうなんですよね。この大会も多分、いろんな強豪チームが出てる。結構トーナメント横広かったね、見たら。はい。ベイちゃんの強さを見せつけたいなと思います。まあ、できることやらせてもらうのでよろしくお願いします。はい。いやー、まあ、ちょっと先日の試合で右肘の靭帯がちょっと切れてしまったので、試合には出場できない感じではあるんですけど、まあ、けど一応キャプテンという役割もあるんで、そこはもう今日出るメンバーがベストメンバーだと思うので、全員のサポートできたらなとは思ってます。今まであんまりベンチからベイちゃんのメンバー見るってあんまりなかったんで、そこはちょっと、まあ、いい機会だと思って、そこはポジティブに捉えて、いろんな選手のこう、ことを見たりとか、そういったところできたなと思います。で、もうけどいち早く復帰できるようにします。ありがとうございます。このバッグめっちゃいいよね。めっちゃいいんですよ。これどこで買ったの？ベースボールタウンで。ベースボールタウンで買ったの？ネットで。ネットでこういうの買うの？触った感じとか分かんないし、サイズとかも分かんないから買うの怖くない？最初怖かったんですけど、うん、ベースボールタウンなら無料で交換してくれて、うん、その送料も無料なんですよ。え、そうなの？そうなんです。買う時も送料無料でしょ？そう。それめっちゃいいやん。もうわざわざスポーツショップ行かなくても家でポポポって買える。そうそう、忙しくて、ね、めっちゃいい。じゃあちょっと俺もベースボールタウンで買ってみよう。ぜひ買ってみてください。買ってみます。はい。めっちゃいい。めっちゃいい。おはようございます。そしたら今日からまた新しい大会が始まります。今日は初戦です。相手は一度したことあるケバブさん、日本一を取ることを目指して頑張っていきましょう。いいですか？はい、はい。じゃあスタメン発表いきます。1番ライト星、はい、2番センター朝日、はい、3番キャッチャー翔太、4番 DH ラギ、はい、5番ファーストマルコ、はい、6番サードキノピー、はい、7番ショートトモ、はい、8番レフトタガミ、はい、9番セカンド海星、はい、先発ピッチャーエータ、はい、2番手3番手にマッスーユースケ、はい、はい、これでいきます。今日も全員出していくんでね、試合展開時間とか見ながら
途中交代が早いかもしれないんで、1打席目から、どんどんね、全力でやっていただきたいなと思います。いいですか？はい、最高、はい、では、龍馬さん、はい、どうぞ。ありがとうございます。何番ですか？7番です。中学生以来なんで頑張っていきたいと思います。はい、堀さん、はい、どうぞ。ありがとうございます。15番お正式にいただきました。ありがとうございます。そうっすね、まあやっぱ嬉しいことですし、まあ、ここからじゃないですか。日本一かかった試合って言ったところで、まあ、ここで結果残さないと、まあ、誰しもがね納得してくれないと思うんで、そこで結果出していきたいと思います。キャプテンガッキーがちょっと怪我してしまったっていうのもやっぱあるんで、そこはちょっとね、運が僕の方に来てるなと思うんで、ここで一気に差を広げていきたいと思います。そうですね、まあ、7番ショートっていったところでスタメンで、出させていただくんですけど、そこに関してもしっかりと、自分の役割ですね、まあ、おそらく監督の意図としては、7番にはなってるんですけど、おそらくキノピーから始まって2番っていう立ち位置だと思うんで、まあ、そこの意図をしっかり理解して結果出していきたいと思います。おはようす。いやまあ嬉しいですけど、まあ、言って前僕も前4番の時にも言ったんですけど、まあ、ただ3番目に回ってくるっていうだけで、別にやることはいつも通り変わんないんで、まあまあまあいつも通りですね、はい、3番であろうが何番であろうがいつも通りですね。でもやっぱり2番に朝日さんの、3番僕、4番ラギさん、5番丸子さんって、やっぱこうベテラン勢がいるっていうので、ちょっとあの鼻伸ばしてベテラン勢っぽくいこうかなと思ってます。いやちょっとバットを普通に立てたんですけど、なんか 僕のイメージ的にこう朝日さんの構えとか結構真似してるつもりなんですけど、まあ、動画見たらそうでもないんですけど、まあ、意外にちょっとあのなんていうんですかね、タイミング取り方とか、まあ、右足の入れ方とかもちょっと僕朝日さんちょっと真似してるんで、まあやっぱ僕が調子いいっていうか朝日さんのおかげっていう感じですね。3打数5安打8ホームランでいきます。マジこの球場ならワンチャンありそうですね。あるっすね、全然期待します。ありがとうございます。おはようす。まあその前回の試合で三振とかしちゃってるっていうのも多分あると思うんですけど、まあでも今までこう打ってきて、まあ、自分なりにも結構自信はついてきた方なので、まあ、見返すしかないなと思ってますよね。あ、眼中いないです。いや超えてみろって感じですね。で守備うまい、知らない、そんなバッティングいい、いや知らないそんなと思ってます。まあバッティングでボールこうやってみろって感じですね。まあホームランは絶対打ってますよね、間違いなく。まあ僕、まあ多分鉄にも打ってたと思うんですけど、あの森のケバブでしたっけ、もうキラーなんで僕、まあ今日見せてやろうかなと思ってます。おはようす。ついに来ました、僕の打順が1番です。日本一の戦いまではずっとレギュラーではなかったと思うんですね。で、新しいシーズン始まってもうレギュラー取れなかったらやめようかなという、うん、まあ、そこの気持ちの面でまあ強くやっているのと、あと日本一決定戦までホームラン打てなきゃ絶対試合出れないなと思ってたんです。なので、長打を狙いすぎていたので、なので今回反対方向だったり、出塁とかそこはこだわってやってるのが要因かなと思います。メンタル面もまあ大きいかなと思います。考え方とかそっちの方が、まあ、技術は日頃からやっているものなので、まあ、大きく変わったとすればメンタル面かなと思います。逆に期待してもらわないと困ると言います。そのぐらいの気持ちで僕もやってきているので、今日はまあ全打席失礼やっていきたいと思います。おはようございます。おはようございます。そうですね、いや9人って聞いたとき本当正直9人って言ったらもう半分くらいないんじゃないかレベルだと思うんですよね。そこはそうですね、何としてでも阻止はしなきゃいけない、してほしいとは思ってますけど、選手たちもそこには危機感はあるんじゃないかなと思ってます。
それもプレッシャーですよね。選手たちにとっては多分自分たちの個人の成績もあると思うんですけど、そのチームとしての目標っていうのも達成しなきゃいけない。そこに対しては私もそれなりに協力しないといけないところだと思ってます。チームのアピール、ベイちゃんっていうチームのアピールと、まあ、SNS の頑張りですかね、個人の。はい、頑張ります。日本一を取ることを目指して頑張ってください。いいですか。はい、はい。